どうもたぬき J です。今回は視聴者さんからご依頼いただいた修理です。まずは動作確認をします。サクッと初期設定、タッチ反応を確認して、輝度とトゥルートーンを確認、バッテリー最大容量は 83%、 カメラの確認、充電口を確認。特に問題はなさそうです。続けて同梱されていたパーツを確認します。ちゃんとバッテリーシールが付属しています。バッテリーは大容量品のようです。一般的に出回っている 3700mAh なので詐称ではなさそうです。続けてはパネルを見ていきます。防水シール付き、ペラペラなのでコピー品ですね。ガラスフィルムも付属してます。肝心のパネルも確認。持った感じが重いので互換液晶かな。カメラリングがついているのは嬉しいポイント。残りは工具系、ピンセットまで入っているのは至れり尽くせりですね。では端末を分解していきます。星ネジを外して、金属ヘラで画面を浮かせ、できた隙間にプラスチックヘラを差し込み、スライドして接着を剥がします。接着が剥がれたら画面を右に起こして、左手でパネルを支えながらネジとプレートを外し、バッテリーから順にコネクタを取り外したらパネルが外れます。続けてパネルからインダクションを外します。ネジを外してイヤースピーカーをのけて、ケーブルを切らないように注意しながらヘラでセンサ類を外します。新しいパーツを仮付けしてみます。パネルのコネクタをつけて、バッテリーのコネクタもつけます。無事に起動しました。まずはタッチ切れがないか確認。 10SMAX なのでバッテリーは不明な部品表示です。液晶特有の画面端の原稿がありますね。初期不良のような異常はなかったので OK です。新しいパネルをいろいろ見ていきます。まずはトゥルートーンの移植を試します。元パネルのデータを読み取って、新しいパネルに書き込み、書き込めてそうな雰囲気。起動してみると無事にトゥルートーン機能が復活していました。続けて重量測定、純正品は 47g、新しいパネルは 55g。 厚さも測ります。純正品は 2.05mm、 新しいパネルは 2.45mm。 バックライトの分厚さが増しています。バッテリー交換を行っていきます。まずは元バッテリーを取り外します。下部は IPA で剥がします。バッテリーを外したら分解、セルと PCB ボードを切り離していきます。新しいバッテリーも同様にして切り離しておきます。念のためにセルの電圧を測ります。大丈夫そう。 PCB ボードにセルを溶接していきます。溶接し終えたらポリイミドテープで絶縁。バッテリー容量を書き換えて仮組みします。
無事に最大容量が 100% に回復しました。パーツの準備が整ったので組み立てていきます。まずは新しいパネルにインダクションを取り付け、バッテリーにバッテリーシールを貼り付け、フィルムを剥がして、コネクタで位置を合わせつつ取り付け、続けてフレームに防水シールを貼り付け、ずれると効果が薄れるため慎重に位置を合わせます。ヘラでしっかりと押さえつけます。貼り終えたらゆっくりとフィルムを剥がします。そうしたらホコリが噛む前に素早く画面を取り付けます。最後に星ネジを取り付けたら無事に修理完了です。というわけで今回の動画はここまで。当チャンネルではデジモノ系の修理動画をいろいろ垂れ流しています。興味のある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。